当社の若手エンジニアの開発スキルやプロジェクト推進力の向上を目的に始めた社内勉強会。今日はその成果発表の中から3件目のご紹介です。今回ご紹介するグループが選んだテーマはカメラで検出できる情報だけで特定の物体を追従したいです。ご覧の順序で発表します。どうぞご覧ください。 私たちが今回取り組んだテーマはカメラでででで検出できる情報だけで特定の物体を追従したい、です。選んだ理由ですが以前メンバーがデモ用に作成したシステムに位置情報を検出するシステムから得られた3次元座標情報を PTZ 情報に変換してカメラで追従するシステムがありそれと似たようなことを大きなシステムを使わなくても カメラの映像情報のみで実現できたら有意義なのではと考えたからです。テーマの実現方法として、2つのアプローチを行いました。1つは、カメラの拡張機能を使って映像処理を行うという、カメラ側だけで実現するハードウェア的アプローチです。もう1つは、カメラからの映像を受信したクライアント側で実現するソフトウェア的アプローチです。 実現までのロードマップは1実現に向けての調査2開発環境になれる3学習テーマの目標物を作成の3つのフェーズに分けて予定を組みました実現に向けての調査フェーズでは物体検知モジュールは何を使用するか物体を追従するために必要な情報が取得できるのか今回使うカメラ用の SDK でも実現できるのか について調べました次のフェーズである開発環境になれるではハードウェア側ではカメラの SDK もう一方のソフトウェア側ではプログラミング言語として映像表示物体検知の処理を行うのに Python を使いました物体検出モデルは YOLOV5 を使いましたそれぞれのアプローチ方法での成果物をご紹介します ハーードウェア的ア的プローチの成果物は3つです1つ目はカメラの SDK の開発環境の構築2つ目は2023年に出展した産業オープンネット店に向けた展示デモの準備と改良3つ目はカメラ SDK の物体検知処理のソースコード解析を行いました2つ目の成果物である産業オープンネット店に出したデモの写真です このデモの内容を簡単に説明させていただきます。まず、光電センサーで物体を検知すると、レボリューションパイがパトライトに緑のパトライトを点灯するよう指示を出し、カメラには光電センサーが物体を検知したことを通知します。通知を受けたカメラは人間が映っていることをレボリューションパイに通知し、レボリューションパイはパトライトに赤のパトライトを点灯するように指示を出します。 そして追加機能としてカメラで検知した物体を枠で囲み表示するアプリを作りました次にアプローチ方法2ソフトウェア的アプローチでの成果物は開発環境に慣れるために作成した物体検知を使用した在籍通知システムです機能としてはカメラ映像から在籍もしくは離席を検出 検出範囲のの指定、Teams への通知ままでを実装しました。システムの概要はカメラから RTSP でパソコンが映像を受けアプリケーションが映像を解析し在籍中ならチームズに Webhook を介して在籍の通知を行い離籍中なら Webhook を介してチームズに通知を行います実際に座っている人物が席を外した際 通知が上がる様子のビデオがあるのでご覧ください。今、一定時間人を検知しているので、teams には在籍の通知が上がっています。 そして人が一定時間いないことを検知し、チームズに不在の通知が上がっています。今回作成したアプリケーションのパフォーマンスは、デスクトップ PC を使用した場合で、H264 の 640×360、1fps 以下でないと安定して稼働しませんでした。改善案としては、PC の性能を上げる。 具体的には GPU の追加などまた OpenVINO のツールキットを使うことを考えています。ここで OpenVINO とは Intel が無償で提供している Intel 製 CPU や GPU、VPU、FPGA などのパフォーマンスを最大限に活用して AI アプリケーションのパフォーマンスを最適化し 高速化すする推論エンジンジですウルトラリティックス社のサイトにインテル CPU を使用した場合の各形式での推論時間の一覧があり今回使用したヨロのパイ t o チ形式のモデルとオープンビノ形式のモデルとを比較したところ画像1枚の推論時間が約6倍早いということが分かりましたそのためオープンビノで実際にパフォーマンスが改善するか 試しててみたいいと思っています検知精度に関しては、誤検知率が約13%で、誤検知には人物以外を人と検知してしまう、対象の人物以外を検知してしまうというパターンがありました。誤検知率を下げる改善案として、撮影角度を変える、特定人物の専用モデルを作成するの2つを考えています。 今回の勉強会では開発環境に慣れるところまで行い目標テーマの最終成果物を作成できておりませんので今後も勉強会があるなら引き続き目標テーマの作成をやりたいとは思っています。最後にに振り返り返です技術習習得得ついてはカメラののの専用 sdk 開発環境の構築ノウハウハ アプリケーション作成を通じての Python の基礎の習得ができました今回ご紹介した成果物はパフォーマンスや検知精度の改善は必要ですがカメラモジュールはもちろん当社の FA ファインダーなどの映像取得を行うプラットフォームと組み合わせての提案ができると考えておりますまた技術の習熟以外にも良かった点として定期的に打ち合わせを行い 作業状況の共有ができた。打ち合わせの時間以外でも各メンバーと知識共有を行い、協力して作業ができた。知識共有ができたことで状況に応じた作業分担のフォローができた。計画から漏れている作業があれば、補って進めることができた。などが上がりました。これで勉強会の報告は終了します。いかがでしたか 当社では複数のグループによる勉強会の成果が半期ごとに発表されていますまた次の機会にご紹介させてください